Gravity ain't stopping me from lifting up high. Nothing's weighing me down the ground, no, no. So let me down. No, take it to my day, don't be. Let me show you what you never seen yet. I'm flying high to see the world. まあでも SP の時は一ダンサーただのカリンとして呼んでもらってたんで、あんまこうチームとしてとかじゃなくて、もう本当に私であればよかった感じなんですけど、やっぱチームってなって、まあ、個人の私もだけど、このアルトリのメンバーの私みたいな、それは多分本番だけじゃなくて、多分ここまでの振る舞いとか言動とかっていうのが全てなんかちょっとちゃんとしなきゃなってなんだろう、責任感、見られてる意識っていうよりは、多分 D リーグとかこの D リーガーがみんなストリートダンサーとかダンサーの目指すべき場所とかになってくるから、その模範とならなきゃいけないし、なんかもう目指してほしい立場にならなきゃなみたいな、なんかちょっとしたプレッシャーじゃないけど責任があるなって感じてます。いい感じ。ショーレースとかそういうコンテストとかもよく出ます。僕は新体操やってたので、はいはいはい、何年、10年間新体操やってたから、その大会に臨むっていうこと自体は全然まあやってきた。まあ、今回は全然違いますけど、ショー的な要素がすごい含まれてるから違いますけど、なんかでも気持ち的に全然落ち着いてますね。あんまり皆さん緊張してない感じが。ちょっとそれも怖いんですけどね、緊張感も必要ですから確かにいい方向に行けば全然いいかなとは。一応日本一は取ってます。そうですよね。そうです、そうです。負けず嫌い。めちゃ負けず嫌いですね。じゃあやるからには優勝ですよね。そうですね。でもあんま僕昔から口に出してこなかったですね。わかります。優勝はもうマストだからなんかそれよりかはやっぱ僕らのコンセプト、作品でメッセージを伝えていくっていうものだから、なんかまあファンをこうコアなファンでもいいし、僕らの存在とかダンス知らない人とか、まあ、それこそアートが好きな人とか、もういろんな人を含めてみんなに好きになってもらえたらなって。なんかそれで、まあ、一人一人が多分見る人によって解釈違うじゃないですか。なんかそういう解釈がたくさん生まれて、またその見てくれた人が違うもので表出してってくれたら、もうこの上ない幸せですね。初めてです。なんかまた違う気がします。コンテスト自体も私もっと子どもの時しか出たことないし、大人になって出たのは別で自分でずっとやってるチームがあって、はい、やっぱ練習期間も全然違うし、そもそもなんかこんないっぺんに何個もネタ作ってとか、確かにそんなスパンでやっていくってことがやっぱないんで。確かに全然感覚は違います。週5、7時間ですもんね本当にメンバーがいいから、うん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 、精神的なストレスみたいなのは全くないんで、リハ、うんうん、朝眠いとかはあるけど、うん、リハ憂鬱とかは一回もなってないから、うんうん、それは本当にいいですね。りょうさんの
スーパー選び、みんなの。リハーサル終わった。どうだった？いやー、初の D リーグステージ、どういう気持ちでステージに立つかなっていう、こう自分の中で準備しながら行ったんですけど、意外と緊張しなくて、あとは自分のこの気持ち出し切るだけだと思うので、リオさん頑張ります。まあ俺はもう見て応援するだけなんで、みんなも楽しみにしてください。どうでしょう、今リハーサル終わってみて。そうですね、感触は結構ね、うん、手応えはありますよね。まあもうもうもうこれからもね、もうラウンド1だけど、これから始まったばかりなのでね、はい、こういうテンションでやっていきたいと思います。はい、スタート。これから結果発表。はい、まあ、でも結果は決まっているので、次に向けて頑張ります。準備し始めます。お疲れ様でした。本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。次どうします？もうね、アルトリアでも次に向かって進みます。もうそれしかない。はい、皆さん引き続き応援よろしくお願いします。お願いします。結構日本語のリリックを使うチームが結構増えてきたなっていうのと、いわゆる昔レイブ2001っていう番組があったんですけど、レイブ2001ってすごい短い時間でダンスを見せるショーのバトルだったんですけど、その時もいわゆる音はめっていって、効果音とかいろいろ音がどん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 変調していく、なんかシーズン1に比べて音の変調が多いグループがすごい多かったなってイメージなので、やっぱりそこら辺が勝ち方のポイントになってきてると思うんですけど、まあ、今我々が用意しているものと、なんかまだこれから用意できるものをしっかり考え直して、でも一番ベストなのはやっぱり芯がぶれないっていうことを、僕らのそこをやっぱり最後まで貫いてチャンピオンシップに行けるように頑張ります。